ジョン・デイリーはアメリカ・カリフォルニア州カーマイケル出身のプロゴルファーである。1991年の全米プロゴルフ選手権と1995年の全英オープンで優勝し、メジャー大会に2勝を挙げた。身長180センチメートル、体重100キログラムの巨体から繰り出す豪快な高弾道ドローボールのドライバーショットは、全盛期のタイガーウッズをしのぎ、プロゴルフ界でも、 屈指の飛ばし屋として有名な選手である。前世紀はゴルフバッグにウッドがドライバー一本というセッティングでプレーして悪魔のように飛ばして勝つと評されたこともある。T ショットを300ヤード以上先のバンカーに入れて大叩きしたりロングパットを無造作に成功させたり大波のゴルフが持ち味で奔放で型破りなキャラクターの持ち主としても高い人気を持っている。 これまでに PGA ツアーで通算5勝を挙げる。4歳からゴルフを始め、テレビに映るジャック・ニクラスを手本にスイングを習得して、1987年にプロ入り。デイリーは1991年から PGA ツアーに本格参戦を開始したが、その年いきなりクルック・ド・スティック・ゴルフクラブ開催の第73回全米プロゴルフ選手権で優勝した。 ニック・プライスが妻の所産に立ち会うため大会直前に出場辞退して巡り巡って補欠9番目のデイリーが出場することになりデイリーは急遽アーカンソー州から会場まで車を走らせ到着したのは大会初日の朝で練習ラウンドはおろかドライビングレンジで1球も打たずにぶっつけ本番で臨んだがプライスのキャディのスクイーキージェフ・メドレンが臨時キャディとして援護して 初日69の後発進、2日目は67、予選通算8アンダーで首位に立つと、3日目69、で、首位キープ、4日目は71、4日間通算12、アンダーパーで回り、2位のブルース・リツキーに3打差をつけ、ツアー初優勝をメジャー大会で挙げた選手の一人になった。この大会では、グレグ・ノーマンも愛用したことのある、 コブラ社製作の白色セラミックヘッドのドライバーを使用した。それからデイリーは1992年9月の b c o オープンと1994年5月のベルサウスクラシックで優勝する。デイリーの選手経歴のハイライトは29歳の時に1995年の第124回全英オープンで訪れた。この大会は名門のセントアンドルーズにある R& A ゴルフクラブのオールドコースで開催され、トム・キットによるセント・アンドルーズ開催の全英オープン初制覇から122年後であり、アーノルド・パーマーの全英オープン引退試合でもあった。デイリーは72ホール終了時点で、通算6アンダーアッパーで並んだコスタンティノ・ロッカとのプレイオフを制した。最終日最終組のロッカは72ホール目で、セント・アンドルーズオールドコースでの全英オープン史上。 最も難しいパットと評される、罪の谷越えの約20メートルのバーディパットを決めて、土壇場でデイリーに並んだが、4ホールによるプレイオフでデイリーの前に力尽きた。プレイオフはデイリー1アンダー、ッカ3オーバーでの決着。1番ホールでロッカが3パット、2番ホールでデイリーが約30フィートのバーディパットを沈めて2だ。さあ、17番ホールで、 ロッカがロードバンカーから脱出するのにサンダーを要し、トリプルボギーで勝負あり。ゴルフの聖地で栄冠を獲得したデイリーは30歳の誕生日を迎える前にメジャー2冠を獲得した4人目の選手になった。この全英オープンではウィルソン社製作のインベックスという名の異様の流線型コンパクトヘッドを持つドライバーを使用した。ところが、 全英オープン優勝後、デイリーの私生活に数多くの波乱が訪れる。結婚と離婚を繰り返し、アルコール使用障害を患うなど、ゴルフに集中できないスランプ状態が長期間続いた。2004年2月、ビュイック招待選手権優勝で9年ぶりのツアー5勝目を挙げる。2008年からマックスフライトの契約が切れてフリーとなっている。デイリーは趣味でギターを弾き、 親友4人と組んで、My Life イイというタイトルの CD アルバムを録音したこともある。ありがとうございます。